皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は人類が犠牲になった宇宙開発中の事故を解説していきます。またやるのか。時系列に沿ってやっていくからね。今回もソ連で起きた事故ね。あんまり酷じゃないので頼む。期待には応えられないわ。今回解説するのは1967年4月23日から24日にかけて起きた事故でね。ソ連のソユーズ1号で打ち上がった宇宙飛行士のウラジーミル・コマロフが亡くなったわ。マジかよ。世界初の有人飛行中での犠牲者となったわ。なんでそんなことになったんだよ。詳しく解説していくわ。時は事故発生の1年以上前である1966年1月。大陸間弾道ミサイルや世界初の人工衛星スプートニクの打ち上げや、世界初の有人宇宙飛行であるガガーリンの宇宙飛行を成功に導き、ソ連のロケット開発の父だったセルゲイ・コロリョフが亡くなったわ。アメリカとソ連が宇宙開発競争をしていた時代だろ。そうね。コロリョフに続く人物がいないと現場が混乱するだろうな。実際にコロリョフ率いる第一設計局は混乱したわ。やっぱそうなるよな。そんなコロリョフの後を引き継いで第一設計局の長に就いたのはバシーリ・ミーシンという人物でね。ミシンはコロリョフの首席補佐として長年にわたって大陸間弾道ミサイルをはじめとして人工衛星のスプートニク、有人宇宙船のボストークのプログラム開発などを手掛けていたわ。なかなか優秀な技術者なんだな。資料文献によっては大陸間弾道ミサイルを作り上げたのはミシンだとしているのもあるわ。そうなのか、そんなに優秀なら大丈夫だな。ミシンに直面している現実はソ連全体の宇宙開発の行き詰まりなんだよね。どういうことだ？当時のソ連では政治局や軍有力者、コネ、核設計局からの圧力や意向によって、設計変更や登場する宇宙飛行士が変更されたボスホート1号からボスホート2号になったんだけど、そのボスホート2号は無人機でのテストの際に地上から誤ったコマンドを送信してしまって、その結果テストをする前に自爆装置が作動してテストができなかったわ。あらま。次を打ち上げるしかないな。でもソ連はそうしなかったわ。じゃあ中止か？無人宇宙船や機材のストックはなし、新しく製造するわけにはいかない。いやちょっと待て。なんで新しく製造しないんだ？予算がないのか？当時、スプートニクショックで宇宙開発を NASA に一本化したアメリカが猛然と追い上げてきててね。このままでは人類初の宇宙遊泳をアメリカにされてしまうという危機感があったからね。だから新しく製造してテストをする猶予がないというのがソ連の判断だったわ。じゃあどうするんだよ。テストなしで有人打ち上げをするわけにはいかないだろ。したわ。テストなし、リスク覚悟で宇宙飛行士を2名乗せて打ち上げたわ。マジかよ。一応搭乗予定である宇宙飛行士2名には相談して試験なしの打ち上げに同意しているみたいだけどね。まあ当時のソ連だからちょっとわかんねえな。宇宙でいろいろとあって危機一髪な瞬間もありながらも無事帰還できたわ。ここが今回の宇宙開発中の事故解説だと思ってたぜ。まだよ、ここから。前振りが長えよ。ボスホート2号が危機一髪だったことからソ連の宇宙開発は選択を迫られたわ。どういう選択だ？ボスホート2号を改良するか、ボスホート2号を破棄してかねてより進んでいた新型宇宙船を選択するか。ああ、そういうことか。ボスホート2号を改良する案には、女性宇宙飛行士だけの打ち上げや人工重力実験、国営報道機関のジャーナリストを登場させて宇宙からのレポートをさせる計画などがあったんだけど、ソ連がそんなことを考えている間にアメリカは宇宙遊泳を成功させて宇宙船のランデブー飛行を成功させたわ。本当にアメリカの追い上げがすげえな。第一設計局を引き継いだミシンはアメリカの追い上げに焦りを感じていてね。ボスホート2号を改良するんじゃなくて新型宇宙船の完成を急ぐべきと考えていたわ。だからミシンが着任した最初の仕事はボスホート2号の計画を全て白紙にすることだったわ。宇宙船のことじゃないが思い切って新しいのを作った方が早い時もあるしな。そしてその宇宙船はソユーズ1号って言うんだけど、ソユーズ1号はその時点で一から開発しているわけじゃなくて、1961年から水面下で開発が進んでいたものだったわ。そうなんだな。ソユーズ1号にはアメリカに先を越されてしまったランデブー飛行やドッキングを達成するために、宇宙飛行士が自分の意思で飛行高度や姿勢を制御できるように設計されたわ。とうとうアメリカに先を越されるところも出てきたんだな。そうして設計開発が完了した宇宙船がこれね。
これがソユーズ宇宙船か。ソユーズ宇宙船は3つのパートに分かれててね。この部分は軌道モジュールで周回軌道上での各種実験はここでやるわ。ほん。この部分は推進モジュールでエンジンがあって太陽光パネルがついてるところね。そしてこの真ん中部分が機関モジュールで宇宙飛行士は普段はここに滞在するわ。機関時には軌道モジュールと推進モジュールを切り離して機関モジュールだけで変えることになるわ。なるほどな。1966年11月、ソユーズ宇宙船の無人試験機であるコスモス133号が打ち上げられるわ。この打ち上げは宇宙空間でドッキングをするために翌日にもコスモス140号が打ち上げられる予定だったわ。だったわ。打ち上げから数時間後にシステム異常が起きて姿勢制御に必要な推進剤のほとんどを失ってしまったわ。あらま。姿勢制御ができない状態だからそのまま数日以内に地球へ落下する予定だったわ。制御できない落下って怖いよな。情報漏洩防止や異常の原因追求の観点からソ連領内で回収するべく逆噴射をして軌道周回速度を落として大気圏突入を制御しようとしたわ。もう嫌な予感しかしないな。姿勢制御ができない状態での大気圏突入だから予定の落下軌道から逸れてしまって見失ってしまったわ。じゃあどこに行ったのかわからないのか。結局中国に落ちる軌道になったから自動で自爆装置が働いて途中で爆発死産したみたいね。そうなんか。この時の様子は火球として日本からでも観測されたわ。マジか。こんなことになってしまったから133号の翌日に控えていた140号の打ち上げは中止されたわ。まあ残念ながら当然だよな。130号の失敗から2週間後の12月14日、欠陥を修正されたコスモス140号が打ち上げられる予定だったんだけど、ロケットに点火した直後に発射台から浮き上がる間もなくエンジンが急停止したわ。どうしたんだ一体。技術者たちもマリサと同じことを思ったからロケットに近寄って調べようとした矢先に、ロケットの先端にある緊急脱出用ロケットが起動して宇宙船ごと飛んでいったわ。危ねえ。近寄った技術者たちは対比用シェルターに向けて走ったわ。そのうちロケットは炎に包まれて大爆発を起こしたわ。技術者たちは大丈夫なのかよ。残念なことに犠牲者が一人出たわ。あらら、マジかよ。この現場にはニコライ・カマーニンという人物がいてね。誰なんだそれ。宇宙飛行士の訓練責任者でソ連空軍の軍人でね。後にカマーニンダイアリーと呼ばれる日記を残しているわ。そうなんだな。カマーニンは事故当時発射台から700メートル離れた建物にいてね。この時の様子を日記に残していて、私が振り返るとロケットは大爆発を起こした。2、3秒ほど経ってだろうか、衝撃波が窓ガラスを吹き飛ばした。後で部屋に入ると破片は反対側の壁にまで突き刺さっていた。最後に部屋を出たのは私だった。あと数秒遅かったら私はガラスの破片で串刺しになっていただろう。マジかよ。どんだけ激しい爆発だったんだよ。発射台が吹き飛ぶほどの爆発だったわ。なんか前回の動画でも同じようなことあったような。ソ連はまだ諦めないわ。1967年2月、無人試験機であるコスモス140号を再び打ち上げたわ。今度はうまくいくんだろうな。打ち上げはうまくいったわ。だけど軌道投入直後から姿勢制御システムが故障してしまって、太陽光パネルを太陽に向けられないから電力不足にも陥ったわ。またトラブルか。予定を切り上げて地球に帰還することに成功してコープターラルカイに着地したんだけど、どうやらどこかに穴が開いてしまったみたいで、そのままズブズブと水深10メートルの海底に沈んでいったわ。有人打ち上げじゃなくてよかったぜ。引き上げ作業は難航したけど、なんとか引き上げて機体を調査したら、耐熱シールドに設置されてあった点検用プラグが焼け落ちてしまって穴が開いていたわ。恐ろしい穴だぜ。帰還から1週間後、ソ連の東亜軍宇宙開発関係者などで協議したわ。何の協議なんだ？このまま有人飛行をやるのかどうかよ。いやいやいや、帰還した機体に穴が開いていたんだからもう一回テストするべきだろ。その協議では、穴の件は回収できるし、それ以外はクルーが乗っていたらうまく回避できるものばかりだという結論に至ったわ。なんか急いでいるのか。そうね、ソ連は労働者の日であるメーデーを盛大に祝っていたわ。それに1967年という年はロシア革命50周年にあたる年でもあったからね。またそっちを気にしてるのな。そして今回解説するウラジーミル・コマロフを含む宇宙飛行士たちの訓練が開始されるわ。
ウラジミール・コマロフは1927年3月16日、モスクワで生まれて、大学で航空学を専攻した後、空軍に入隊して戦闘機のテストパイロットとして訓練を受けていたわ。やがて宇宙飛行士チームに配属されてガガーリンらと共に過ごすことになったんだけど、コマロフになかなか飛行のチャンスが巡ってこなかったわ。候補には上がってもバックアップで初飛行となる予定だったボストーク7号は計画自体が没になったし、その直後のボスホート1号に登場する3人の宇宙飛行士の一人となって船長に選ばれたわ。ということは今回の飛行は2回目か。打ち上げの1ヶ月前である3月25日、政府等軍の関係者を交えた打ち上げ前の会合が行われたんだけど、それは形式的なものだったわ。まあそういうのあるよな、決まったことだけしか言えないやつな。差し迫った打ち上げ予定日を前にカマーニンは日記にこう記しているわ。個人的には今回の打ち上げに確固とした自信を持つことができない。これから先準備が滞りなく行われるかどうかということである。しかし打ち上げに反対すべき理由も見つけられない。これまでの打ち上げ全てにおいて我々は成功への確信が持てていた。しかし今回はそのような自信がない。これが意味するところは有人宇宙開発を遂行するにおける強い心情とコロリョフのエナジーが不在であるということだ。ミシンはコロリョフに遠く及ばないだけでなく任務を無駄にしエラーを重ね、人々に惨めさを味わせるだけなのだ。なんだか弱気というか弱音というか。そりゃそうよ、機体はエラーだらけで未完成。宇宙飛行士の訓練は完璧には程遠い状態で訓練に疲れ切っている状態よ。ガガーリンがコマロフの状況を見て休暇を与えてやってほしいとカマーニンに詰め寄ったとされているわ。全然準備できてないな。それでも第一設計局の局長であるミシンは打ち上げ前日に関係者を集めて盛大な前祝いをしたわ。やるのか。まあ慣例だからね。そうなんだな。前祝いが終わった後、ミシンは宇宙飛行士を集めて語ったわ。何をだ？多分ソユーズ2号の打ち上げは中止される。センサーも太陽電池も完全ではない。どういうことだ？明日打ち上げるソユーズ1号は失敗するだろうから2号の打ち上げはないだろうということよ。お前、明日打ち上げるものを失敗前提で打ち上げるのかよ。そしてカマーニンがコマロフに告げたわ。最大の目標は無事に帰ってくることだ。ドッキングと搭乗員の乗り移りはその次でいい。いや、そんなものはどうでもいい。ソユーズ1号だけでまだ203箇所の欠陥がある。203箇所の欠陥だと。それを聞いたコマロフは沈黙し顔をこわばらせ明らかにうつめいた表情になってしまったわ。そりゃそうだぜ、死にに行くようなもんだからな。翌日の打ち上げ日、発射場までの車中、コマロフは歌いジョークを飛ばしていたらしいわ。吹っ切れたのかな。そして迎えた打ち上げ。ロケットは順調に飛行して、コマロフを乗せた宇宙船ソユーズ1号は無事軌道に乗ったわ。ここまでは順調か。打ち上げから25分後、コマロフの妻に打ち上げ成功の連絡が入るわ。そりゃあ心配しているだろうしな。でも妻はこの連絡で初めてコマロフが宇宙に行ったことを知ったわ。言わずに飛んで行ったのか。そして軌道に乗って少しして地上管制が異常に気づくわ。なんだどうした。ソユーズの太陽光パネルが展開されていないのね。そして通信系にも異常があって、ソユーズがソ連上空にいる時にしか通信ができないわ。まだ大丈夫。さらに姿勢制御センサーや姿勢制御用の小型エンジンも動かないんだよね。宇宙空間で上下左右に回転している機体を何とかしようと、コマロフはあっちこっちに移動して姿勢を安定させようとしたわ。もう状況が絶望的だな。一方、地上では信じられないことが起きていたわ。どういうことだ？続いて打ち上げる予定だったソユーズ2号をどうするかで揉めていたわ。いや、普通に中止にするだろ。地上管制は中止の意向だったけど、最終的に判断するのは国会委員会だからね。国会委員会の判断は継続せよ、そしてソユーズ1号の姿勢を安定させよだったわ。クソだな。コマロフと地上管制は力を尽くしたけど状況は好転しなかったわ。そして周回7周目から13周目にかけて通信可能領域から外れるから、地上管制はコマロフに一眠りするよう指示したわ。眠れるかな。実際に眠ったかどうかわからないね。その間に国会委員会はやっと2号の打ち上げをキャンセルして、コマロフ救出に全力を出すよう指示したわ。言われなくてもやってるっての。通信不可の間に地上管制ではどうやったらコマロフを帰還させることができるか議論していたわ。
ソユーズ2号を有人で打ち上げて、コマロフを回収して帰ってくる案もあったけど、1号の姿勢が安定していないと乗り移ることもできないから断念。最後はわずかな望みをかけて大気圏突入しかないとされたわ。マジかよ、消極的な結論なんだな。地上管制は今の飛行姿勢でどのタイミングで逆噴射をして操作をすればいいか計算したわ。そして通信可能領域に入った頃、コマロフに指示してきたのは親友のガガーリンだったわ。ガガーリンの出すタイミングで逆噴射をして大気圏突入をするわ。いよいよ帰還か。もう無線通信すら危うい電力事情だから自動操作もできず、すべてコマロフの手動操作によるものだったわ。うまくいくといいな。タイミング通りに逆噴射してうまく稼働したわ。だけど手動操作はほとんど効かず制御できないまま突入していったわ。地上管制は固唾を飲んで見守ったわ。しばらくした後通信が回復してコマロフの声が聞こえたわ。おお、マジか。大気圏突入を成功させてきたということね。あとはパラシュートで着地するだけだな。だけど直後にまた通信ができなくなったわ。どうしたんだ、電池切れか。地上管制では、ひょっとして着地は成功したんじゃないかって思って、着地地点へ救助ヘリが急行したわ。どうだったんだ？機体は炎上していて、付近の農民によって消火活動がされていたわ。マジかよ。なんでそんなことになったんだ？パラシュートを格納している容器に欠陥があって、メインパラシュートが開かずに、手動操作で展開する予備のパラシュートも減速用のパラシュートと絡まってしまって開かなかったわ。うげえ。そのせいで減速することができずに時速145キロで地上に激突。着地寸前に稼働する減速用落水針ロケットの燃料が衝撃で発火爆発炎上。やがて消し止められて捜索と調査を開始。1時間ほどしてコマロフの体の一部と思われるものを発見したわ。もう言葉が出ない。一報を受けたガガーリンは大いに悲しみ、ブレジネフ書記長へ抗議に行くといった説もあるわ。なんでこんなことになってしまったんだよ。この計画を突き進めた一人としてコロリョフの後任であるミシンがいるわ。何度か出てきたな。ミシンは着任後に資金不足、政府と党の支持集めに奔走、他の設計局との圧力と対立、軍とのしがらみなどがあって、そういったものを一気に解決できるのは人類の月面着陸しかないと考えていたわ。ソユーズ計画はその途中となるものだったけど、結局こういう事故を起こしてしまったってわけね。なんとも言えないな。その後も月面計画は続き、 N1 ロケットで失敗を重ねて第一設計局を去ることになるわ。そりゃそうだな。そして残されたコロリョフの妻子だけど、子供がいるのか。そうね、いるわ。マジかよ。事故の後コロリョフの妻子は家族ぐるみで付き合いのあった親友ガガーリンの世話を受けることになるわ。でもガガーリンも。そうね、事故の1年後の1968年3月に亡くなるわ。やっぱりそうか。これが人類初の有人宇宙飛行で犠牲者が出た事故よ。聞いてて技術的に限界だったとかならまだしも、政治的なものが絡んでくるとあんまりな。確かにね。というわけで今日はここまでです。このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。よし決めた。何よ。もうこのシリーズには出ない。なんでいきなり。話題が暗いんだよ、解説していい話題じゃないぜ。どこの業界でもそうだけど、綺麗事だけじゃ済まないわ。どんな内容であれ風化しないように、せめて宇宙ファンくらいは知っててほしいと思ってるわ。もっともらしいこと言うけど、もう出ない。これからはヨウムを出せ。絶対嫌です。あなたたちどんだけ嫌なのよ。